ホス株式会社は、大阪府東大阪市に本部を置く、近畿圏にて、スポーツカルチャー事業を行っている会社である。2020年8月より、株式会社東大阪スタジアムからホスへ、社名変更を行った。不動産マネジメントを行う、グループ会社である、天商株式会社と、ホスグループを組成し、フィットネスクラブ、水泳、テニス、 体操を当ジュニアスクールなどの直営事業、公共や大学の体育施設等の管理運営受託事業を展開しており、2020年8月時点での支店補数は26施設となっている。ホスという名称は心のこもったおもてなしホスピタリティの意味が込められている。1960年に親会社となる不動産会社、転商株式会社が設立され、 その4年後に、同社初となるスポーツ施設、東大阪ボーリングセンターをオープン。以後、東大阪市内で、ボーリング、スイミング、テニス、ローラースケートの施設を管理、運営。1981年に、これらのスポーツ施設部門を独立させた、子会社として、東大阪スタジアムが設立された。以後、フィットネスクラブ、体操、フットサル、ゴルフ、 カルチャースクールなどの施設を管理、運営。2010年に東大阪アリーナの指定管理者に選定されるなど、幅広いスポーツ施設運営実績を生かして、東大阪市の他名張市、河内長野市など17の公営スポーツ施設等の指定管理者、並びに東大阪市花園ラグビー場、向こう島テニスコートなどの管理業務住宅を行うようになった。また、 2018年からは関西初となる FC バルセロナスクール奈良校の運営協力を開始した。近畿圏で運動文化施設のトータルプロデュースを行う企業。健康と快適をテーマに最高のホスピタリティを提供することを目的としている。近畿大学への委託研究、研究名称。 近畿大学生に向けた近鉄愛の里駅周辺地域の周知手法に関する研究立命館大学を中核機関とする運動の生活カルチャー化により活力ある未来を作るアクティブフォーオール拠点としてスマートウェアや指向性スピーカーのスポーツ現場での活用のための場所の提供及び運動誘導継続につなげる方法の提案を行っている。また、 立命館大学スポーツ健康科学部主導の活動に運動指導者の派遣や運動プログラムを提供しているプロボーラー在籍ありがとうございます。